こんにちは。はい。さゆたかさん。引退します。何からの引退ですか。そしたらやっぱり引退試合をしないと。ね、そうだな。そうですよ。まあね、皆さん引退表明すると必ず引退試合1打席だけ、ね、立ったりとか、うん、1回投げて引っ込んだりとか、そういうのはありますけれども、まあ、そうだね、はい、先発で行く人に対してはさ、はい、まあ、いいところに回そうぜとか、はい、ロッカールームで、うん、今日頑張ってくださいよ最後だからって、うん、で最後一言って言って、はい、でみんなの前でとか、うん、ロッカーの裏ではね、はい、まあ、そういうこともあり、うん、1打席しか立たない人には、うん、いいとこで立てるといいねとか、みんなが声をこうかけながらね、はい、試合が行われていくんだけどもね。そうですよね、うん、でもちろん引退試合ということは相手チームも分かっているので、もちろんもちろん、まあ、なんていうんですか、花を添えるではないですけれども、そうそうそう、まあ、別にだからといってこうわざとではないですけど、やっぱりその出加減ではないですけど、なんかありますよね、花を添えるっていうのは。もちろんあれ、ね、うん、レスカーノっていたんだよね昔、はい、レスカーノだったかな、ちょっと外でレスカーノは途中で帰ったからちょっと違うかもわかんないけど、外国人に、はい、あれ誰だったかな、斉藤正樹か、はい、誰か引退試合、ジャイアンツで引退試合、うん、3人した時があったんだよね、はい、牧原だったかな、うん、まあ、ちょっとごめん、ちょっと忘れたんだけど、はい、外国人だったんだよ、打席が、はい、おっしゃ本気に打ちに行くわけよ、うん、ちょっと待って、通訳お前何やってんだとかって、はい、ちょっとわざと空振りしろと、うん、あ、ね、状況もね、三振してやれと、うん、ね、なんでだと、おお、なんで俺三振しなきゃいけないんだって、うん、でまあまあ頼むから日本の、うん、まあ、そういう風習だと、ああ、ね、なるほどね、また打ちに行くわけ、おお、通訳お前何やってんだとか言って、まあ、そういうことが過去には、うん、まあ、そうですね、外国人だとやっぱり文化の違いとかね、そうそうそう、なんで俺三振しなきゃいけないのって確かになります、うん、そうそう、確かに日本人だとやっぱりそこら辺はね、あ、分かった分かった、空気を読もうとなります。がしかしまさかの引退試合となったという試合もありまして、クラッシャーと異名を取っている、ええ、います、いるな、ええ、村田修一さん、引退試合クラッシャーという名前がね、もうあだ名がついてしまったんですけれども、2回あるんですよね、うん、まず1回目2007年の10月6日ですね、はい、今広島の監督笹岡、はい、されてます笹岡さんが投手で、まあ、引退をすると10月6日です。これはよく覚えてるよ。あ、覚えてますか、うん、これ9回の2アウトから登板しました、うん、もう周りはね、あ、今日で引退だと、まあ、みんな空気を読みますよ、優秀の美だと、まあね、優秀の美を、はい、ね、どうやって飾るかと。そうです、新聞とか報道でその笹岡さんが最後はやっぱり直球でというのをもう前もって言ってたらしいんですよね。スリーボールワンストライクとなったところでバッターは村田さんです。まあ、フォアボールはかっこ悪いからな、はい、振ってあげないと、はい、後に直球を狙い撃ちしたというふうにも本人言ってるんですけれども、ね、ただね、彼はね、ホームラン王がかかってたわけよ。そうなんです、これ35本塁打で4人ぐらい並んでたそうなんです。どうしてもやっぱ打ちたかった、まっすぐって分かってたしな、え、もう直球しか来ないって分かってた、よし打った、晴れて36本塁打でホームランになれました、ホームラン王になれましたと。まあ、よかったのか、これはしょうがない、うん、笹岡は、うん、俺笹岡も逆バージョンであるから、はい、あ、そうなんですか、逆バージョンである、お、加藤博和さんっていう、あ、博和さん、はいはいはい、亡くなったけどね、はい、チャランナーラン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 って、これはまあテーマ曲だったんだよね、はい、で加藤さん、うん、ね、代打の職人と言われてて、まあレギュラーの時期もあったんだけど、うん、打席入る前口が長いとか文句言われながら、はい、まあでも引退試合だからいいだろうと、はい、でピッチャーは笹岡、うん、ね、若い笹岡だった、いや、こう屈伸して、うん、じゃあおっしゃる、もうなんか涙が出てきてね、加藤さんが、でキャッチャーにはね、まっすぐできますとか言われて、はい、もう当然だろうと、うんうん、チャーランダーランダー、
こんななっちゃうよ、カーブってまさかの。だから笹岡もそういうとこそういうことやってるから村田に打たれるんだよ。回ってくるんだよ、ね、回ってくるんだよ。カーブ投げます、普通投げないよ、まあ、こんななってたらええー、みたいな、カーブじゃねえかよみたいな、どういうことだと、まあ、加藤さんらしいけど、はい、加藤さんらしいけど、それはね、引退試合で涙がボールで、ね、うん、コメントも考えてたらしいよ。いや涙でボールが見えませんでしたと、はい、ね、うん、とか言われて、もうカーブだからどこ行ったか分かんない、まっすぐしか待ってないから、はい、こんなカーブだからさ、笹岡のびっくりですよね、びっくり仰天だよ、やっぱりや、ね、自分がやってるんだ、回ってくるんだよ、回ってくる、回ってくる、回ってくるといえばクラッシャー村田、またやった。最初の笹岡さんのあれ2007年ですよね、うん、また3年後やっちゃいます。今の阪神の矢野監督、矢野氏の引退試合、2010年9月30日リードしている展開に限って9回ツーアウトから矢野氏が出場するという段取りにもなって、まあ、抑えのキャッチャーとしていました、はい、リードしていましたから、はい、なんだって、はい、矢野氏の最後の出場実現へと阪神リードの展開で試合は進んでいきました、はい、が9回の打席で、そう、回ってきたのはあのクラッシャー村田、多分一瞬よぎったでしょみんな、やめろよと、今回はやめろと。しかもあ、ね、ピッチャーは藤川球児投手だったんです。何をしたと思いますか。あ、どうだった、まさかの逆転スリーランです。バカだねこっちは。その場面で打球の行方を追いながら、行くな行くなと絶叫する当時の実況も紹介されました。いや、そりゃそうだろう、実況すらですよ、行くな行くなと。いや、もうみんな甲子園のファンは、はい、絵を描いてるからね。そうですよ、やっぱ藤川と矢野のバッテリーという最後、ね、そうですよ。そうしたらクラッシャー村田見事にクラッシュしました。村田氏もその後のコメントで、僕も走りながら行くな行くな、やばいやばいと思っていたと当時の心境を打ち上げ、三振するだろうなと思ってたんだけど、リラックスしすぎて理想のフォームになったと振り返っていました。冷静やないかね。もう打つ気満々やろ、打つ気満々だと思いますよ、もういかんな。あ、クラッシャーは2度やる、すごい、やっぱクラッシャーはすごい、まあ、2回とも引退試合では絶対良くない選手だね。絶対ダメです、絶対ダメ、避けなきゃいけないね、はい、引退試合で打席に立ったら10割だろ。いや、それもホームラン、いや本当ですよ、いかんなこれ。いや、これ相手もねちょっとって思いますけど、うん、なんか自分の引退試合ってどうだったの。あ、それはどうだったんでしょうかね、ちょっとそれも気になる。引退試合あったのかな、してないね、独立行ったので、もしかしたら行けないんだよ。やっぱ周りできないんで、巡ってくるんですね、こういうのは。でもびっくりするよな、うん、その外国人に三振しろって言ったら激怒して、外国は訳わかんない、なんでだよ、お前通訳お前どうやって伝えたんだこの野郎みたいな。いや、そうですよ、そうなるし、うん、加藤さんが涙で最後のコメントまで考えたのに、カーブ投げて腰抜けてたし、まさかね、笹岡さんカーブ投げてた、その笹岡さんもその過去ね、村田さんにね、村田引退するときにカポバコンってやられるし、さらには矢野さん、矢野さんの引退試合では村田さん逆転スリーランだし、なあ、はい、まあ、小池のも笑ったけどね、ん、小池さん、小池、はい、今、まあ、あのベイスターズのコーチをやってる小池なんだけど、引退しますって、はい、豊さん、もう今日限りで、あれが本当にありがとうございます、うん、お、いい花道作ろうなみたいな、うん、2本のホームランだったから、え、日本の方も引退試合で、最初一本の時も後藤がさ、同級生で高校の時から一緒にやってるから、はい、横浜高校で、はい、松坂あれで春夏連覇みたいな、うん、ね、そのね、旧友が引退するって、うん、ボロボロ泣いて、うん、ね、よかったよかったみたいな、ホームランでね、うん、2本打つと思ってないから、うん、もう涙枯れちゃって出ないって言って2本目にもうその分小池が泣いて帰ってきたっていう、あ、本人がね。まさかの2本、まだできるんじゃないの、お前できんじゃねえかよみたいな、なんでやめんだよって、うん、いや、コーチやりたいですみたいな、なんだそれみたいな、そっちっていう、そっちそっち、いや、面白いですね、だから、あの引退試合っていうと、通常だと花道を持たせてっていうのもありますけど、まあそういう時だから、うん、なんかイレギュラーが起きると、ぷっと笑っちゃうよね、面白いし、こうやって後に受け継がれるというか、まあ、そうだね、はい、伝説としてなるわけですしね。まあね、でもまあ、豊さん引退試合、そういうのないよ、お前。そうですよ。ないよ、お前。なんかしてくれよ、お前、引退試合。だから、あの、涙のノック。まあな。豊さんこそ、なんかこう、
引退試合ノックみたいなの誰の受けたいですか、玉誰の受けたい。例えばじゃあ今豊さんもう一度引退試合やっていいですよとなった場合、バッターボックス立ちます、どの人の球で受けたい。あ、それは宿題として考えておくわ。あ、分かりました。それは突発的で、はい、王さんかな。王さん、いや俺王さんに憧れて野球を始めたから。はい、だからやっぱりその原点に変えるという意味では王さんかな。王さん、まあでも王さんピッチャーではなかったですけど、憧れの人から最後1球受けたい。ピッチャーだったら 誰ですか、本当ピッチャーやってた職人の人から。え、受けたいの、投げて打ちたいっていうこと。はい、ああ、そういうことは江川さんかな。ああ、今だったらやります。江川さんだったら可能性あるよね。はい、でもなー、ピッチャー返ししたらどてっぱらに当たったらまたひっくり返って、あの山本浩二さんからどてっぱら当たってるよもう息ができなかった、あの時は苦しかったぜみたいな、いまだに言うからさやったら言われる、避けれないな多分江川さん。あ、多分そうでしょうね、うん、まあでも江川さん江川さん、なんかいつかそれは実現するとね、まあそうだね、いいですね、うん、最後の打席、うん、打席みたいな感じで、ね、はい、まあ球種が少ないからあの人まっすぐカーブだから、どっちかだけですね、どっちか当たりやすい、はい、